どうも、ワトです。今日はですね、こちら、エクストリーファイ様からご提供いただきました、GP4 のマウスパッドのブルーですね。これなんですけど、2020年の8月28日にね、発売されたもので、サイズがですね、L サイズのみの、サイズ展開になってますね。で、ここにね、460×400 っていうことで、こちらのサイズになるんですが、カラーがですね、これはブルーなんですけど、5色展開になってますね。ということで、早速開けていきたいと思います。うーわ、かっこいい。ちょっとこれ。デスクが白いんでまたデザインが映えますね。で、これなんですけど、エクストリーファイさんというとスウェーデンのブランドですけど、今回ね、その同じくスウェーデンの画家のキムさんによるね、デザインのマウスパッドっていうことで、これまでのね、ゲーミングパッドにはないぐらいのね、おしゃれ感が出てますね。で、まあ一応内容物はこんな感じですね。はい。はい。そしてこれがね、配置した感じなんですけど、このデザインのタッチが、マウスの軌道を描いてるような、そんな感じですね。あとこれすっごいね、直接描いてるようにリアルに見えますけども、もちろんね、直接描いてるわけではないんで、まあ表面もね、デコボコとかしてないんで、安心してください。で、まあ多少巻き癖は取り出したばっかりなんで、パッケージに入っていたところもあるので、まあ少しね、ありますけど、まあこれは使っていけば馴染んでくるかなっていうところで、特に問題はなさそうですね。端の方にはですね、エクストリーファイのロゴがありまして、周りはね、こういう風に縁縫い加工になっていて、耐久性がアップしてますね。裏面はですね、こちらノンスリップラバーの素材になってるんで、滑りにくい加工がされてますね。で、こちらですね、GP4 のマウスパッドなんですけど、これはですね、スピードとコントロール中間のバランスを持つように、開発されていて、まあ、滑りとね、止めっていう、その部分の両方の機能を実現するっていうことで作られているものになります。で、前回ね、紹介させていただいた GP1 はですね、こちらよりも滑りやすさっていうのがね、より重視されているものになります。はい。で、こちらですね、前回紹介させていただいた GP1 との比較なんですけど、この上にある方がね、GP1 で、まあ、よりね、スピードを重視したマウスパッドになっていて、で、今回ね、紹介させていただいた GP4 が下の方にあるこちらですね。実際にね、マウスの滑りやすさなんですけど、まあ、大体同じぐらいの力でやってみました。やっぱり若干ではあるんですけど、 GP1 の方がですね、表面がちょっとつるっとしたような感覚が手にありますね。はい、ということでね、今回は、マウスパッド GP4 のね、マウスパッド紹介させていただいたんですけど、そうですね、トラッキングとかコントロール重視だったらやっぱり GP4 の方がいいかなって思うんですけど、滑りをね、重視したいなっていう方であれば、前回ね、紹介させていただいた GP1 の方だったり、あとね、サイズもね、 GP1 だといくつかサイズがあるので、L サイズ以外でね、探してるっていう時もいいかもしれないですね。で、Amazon の方ではですね、今こちらですね、だいたい金額が、まあ、4000とか5000ぐらいで発売されていて、で、5色展開なんですけど、ちょっとね、色とかはもうなかったりするものもあるみたいなんで、もしね、気になる方はぜひ、まあ、ちょっと早めにね、ゲットしてみてください。ということで、またどんどんね、動画出していきたいと思うんで、ぜひ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。では、